こんにちは、アロハツインズカナダのココです。オアフではたくさん美味しいものがあって、食べ物の動画がたくさんあるので、ほんの一部をまとめてみました。2人ともイチゴとバナナが大好きです。ハワイにはアップルバナナという種類のバナナがあります。レイラニがさっき食べてたのもそれで、見た目は少し小ぶりで、味はアップルのような爽やかな甘みと酸味がある、とても美味しいバナナです。ハワイの友人ファミリーとブランチをしました。おはようございます。アオちゃん、アンドリュー夫妻と双子と年の近いスカーレットです。ここはコーヒーしか飲んだことなかったですが、ダダさんはアサイーボウルが美味しかったらしい。お家の近くにマラサダのトラックがあります。マラサダはイーストを使って発酵させて作るので、ふわっとした食感が特徴。あ、そんなとこ置いたら中がほっかほかで本当に美味しい。何？ツインズも大好きなようです。何食べて？これ食べて？何？美味しい？クリーム入りはカスタード、チョコレート、グアバ、ココナッツ、マカダミアナッツのクリームがあるんですが、私は普通のシュガーまぶしてるだけのやつが好きです。レーナーズは実店舗もあるけど、家の近くにこうやってトラックが来てくれているので、とても嬉しいんですが、とても危険です。嬉しい。オアフにはいくつも有名なファーマーズマーケットがあるんですが、今回訪れたのはカイルアファーマーズマーケットとカカアコファーマーズマーケットです。こちらのジンジャーエールもいろんなフルーツの味があって、とっても美味しかったです。あと動画では撮れていないんですが、カイルアファーマーズマーケットで購入したリリコイバターがとっても美味しかったです。リリコイバターとは、リリコイすなわちパッションフルーツのピューレをバター、卵、砂糖などと一緒に煮詰めて作るものです。皆さんも見つけたらぜひ購入してみてください。こちらは別日に訪れたカカアコファーマーズマーケットの様子です。今ツインズが食べてるのはトスターダチップス。こちらのセビーチェがすごく美味しかったです。他にはクレープやおにぎりを購入して食べました。ハワイは日系の方も多いので、おにぎりもとっても本格的で、いろんな具材があってとっても楽しめました。ツインズが食べたのは確かシュリンプ天ぷらだったと思います。アウラニディズニーリゾートにやってきました。宿泊はしてませんが、ラグーンとレストランを楽しみました。こちらのレストランは絶対予約をおすすめします。キャラクターブレックファストがあって、ミッキーと写真を撮ることができます。そしてダイニングにキャラクターが歩いて回ってきてくれます。
ナルはミッキーの形のパンケーキに大興奮。ミーミーと言ってずーっと喜んでいました。ミッキー、こちらはダダさんがオーダーしたロコモコ。私がオーダーしたファーマーズオムレツは地元で採れた野菜をふんだんに使っていて、とっても美味しかったです。アスパラやキノコ、あとポテト、すっごい新鮮でした。こっち向いて。ズブン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 。こちらはカイルアに来たら必ず夜カフェです。ナルと同じ名前のカフェです。こちらは確かアヒツナのサンドイッチです。すっごく美味しかったです。そんな顔してますよね。グリーンスムージーもとても美味しかったです。ポリネシアンカルチュアルセンターでショーを楽しんできました。その後は隣接するこちらのフキラウマーケットプレイスでランチタイム。実はこちらにはお目当てのデザートのお店があって、後からご紹介いたします。ロコモコ。そしてランチはロコモコとガーリックシュリンプです。ダダさんは肉派、私は魚介派なのでいつもガーリックシュリンプ食べてます。個人的にはジョバンニーズのガーリックシュリンプが一番好きなんですが、ここも負けないくらい美味しかったです。そしてこれがお目当てのデザート、スイートアーズのアイスクリームです。今回は期間限定のリリコイにしました。マンゴー、ストロベリー、ミックスベリー、パイナップルなどからフルーツは選べます。アイスクリームベースもバニラやココナッツ、フローズンヨーグルトから選べます。アイスに、アイスに、アイスなる、こっちおいで、まず。こちらも必ず訪れるサンライズシャーク。今回は初めてシャークスコーブの店舗に行ってみました。パパイヤボールとアボカドトーストをシェアしました。こちらも有名なフリフリチキンですね。週末にしか空いてないので、週末にハレイワに行った時は必ず食べます。チキンももちろん美味しいんですが、こちらのパイナップルコールスローがすごく美味しいです。チキン食べる。ツインズもチキンが大好きなので美味しく食べていました。
チキンを食べた後に海で遊んで、そこからまたハレイワボールに移動してデザートタイムです。これは私の個人的な好みなんですが、ここのアサイーボールがオアフの中で私の中で3本の指に入ります。私は一番小さいサイズをオーダーしたのですが、トッピングのフルーツをいっぱい追加したので大きいカップに入れてくれました。ツインズもアサイーボール初めてだったんですが、アサイーピューレ大好きみたいでいっぱい食べてました。最後までご視聴ありがとうございました。ツインズがオアフでいっぱい食べた美味しいものを次回来るまで覚えてくれてたらいいなと思います。それでは次回の動画で。